松井辰彦君の昭和15年夏、辰彦に召集令状が来ると桜子は辰彦との結婚を誓いました。しかしその直後、辰彦は豊橋の連隊に入営するため桜子のもとを去っていってしまいました。ごめんください。はい。おかみさん。桜子さん、ちょっと店に来てもらえるかしら。どうぞ上がってください。いいのいいの、ちょっと桜子さん借りに来ただけだから、ちょっとおいでんせね。ちょっと、ね、ちょっとちょっと、あのおかみさん、何の用ですか？いいからついておいでな。ちょっと、どうぞ。あ、座り。皆さん、本日はご苦労様。紹介しますわ。有森桜子さん。うちの若おかみです。若おかみ、どういうことだおかみさん。何ですか若おかみって。何慌てとるの。あんたは辰彦と結婚の約束をしたんでしょうが。 しました。ほいでも私あの子から頼まれとるでね。留守の間あんたのことやあんたのご家族のこと何かと気ぃつけてやってくれって。まあ婚約したちゅうことは半分は嫁に来たようなもんだわね。ああやってみんなでお祝いもしたことだものね。そうだったか。そうですか。坊ちゃん入園前に結婚をしやしたですか。おめでとうございます。おめでとうございます。若おかみ、おめでとうございます。ありがとうございます。これで山町ののれんもきっちり受け継がれていくっちゅうことで、いやー実にめでたいわ。こっちが今で、こっちが応接間。まあ応接間の掃除なんかは使用人任せにはなかなかできんでね。あの今日はどういったあれで。よかったじゃないの、みんなに顔覚えてもらって。まあ、一人会わせたい人がおるで、ついといで。おいでな。女中のお清、そしておゆみです。そしてあの人がおたみ。長い間うちのまかないを務めてくれたお人です。18年前に引退して田舎に引っ込んどったんだけど、実は来週政府のお偉方をお招きする大事なご接待があるでね。味噌料理ではあの人の右に出る者はおらん。特別に出てきてもらいました。煮炊きから洗濯、家事の一切はお民から教わりんさい。行儀作法は私が教えます。よろしくお願いします。今日はうちの店の門と親睦を図るっちゅうことで若おかみをみんなで大歓迎しとるとこなんです。今夜はうちの方にお泊まりになるっちゅうことだで、ご心配しなさらんようにとおかみから言いつかりまして。恐れ入ります。ほいじゃごめんください。若おかみって誰？まさかさくらちゃん？他に誰かおる？漬物切れたでね。はい。
いはい。何ぼーっとしとるん。はやサラダし。だらしんないね。店の門の前でそういう気抜いた格好は絶対にせんこと、それがおかみちゅうもんです。ほいでも私はまだおかみなんて。辰彦坊ちゃんと婚約しなさったじゃないんですか。それはほうですけど。ほいじゃあいずれはここに嫁ぐっちゅうことだら。嫁ぐ相手が味噌屋の当主なのにおかみにならんなんちゅうことがあるんですか。その通りだわね。おたみ桜子さん、今度は蔵を見てもらいます。おいでな。はい。おかみさん、ご大義さんです。はいはい、ご大義さん、続けて。あんたは徳さんの孫だから、ちっちゃい時からよう出入りしとったわね。はい、懐かしいです。あれ、あんたが落ちた桶だわ。先生、ちょっとこの子に説明してやって。ほいじゃ、上がってきておくれましょう。はい。ここらの夏はよそに比べて生きり暑いで湿気が多い。こうやって手入れすることが大切なんですわ。同じ理由で米や麦の麹を混ぜると味噌が夏場に腐りやすいもんで、できるだけ少ない水と大豆だけで仕込まんといい味噌にはならんのです。その分よその味噌に比べて熟成に時間がかかります。ほいでも大豆のうまみがじっくり引き出されるで、食通のお客さんの多い上方の料亭なんかじゃごひいきにしておくれます。ただ贅沢品と思われとる八丁味噌のこれからはなかなか。清さん。びっくりした。なんだん。お昼の余りで握り飯作ってきた。小腹のすく頃だら食べりんね。ありがとう。ねえ、私髪型変えたんだよ。気がつかん？あ、ほうかもしれんな。似合ってる。似合ってるよ。入りますよ。ここがあんたの寝床。タミさんと一緒にここで寝てもらいます。ここに泊まれちゅうんですか？そうです。困ります。私そんなつもりで来たじゃないし、姉たちに何も言ってこんかったし。帰らせてもらいます。おかみさん、ちょっとおかみさん。おかみ、この娘が逃げ出さんように見張っとって。はい。桜ちゃんが松井金に連れ去られた？後で山町から女中さんが来てね、桜子はお店の人たちと仲良くなって今夜は泊まっていくことになったで、ご心配なくって。そう言われちゃったらこっちとしてもね、うん、怪しい。泊まってくって。私ちょっと様子見てくる。
ますね。ちょっと待っておくれ。いやいや、なんなの、ちょっと。待って、腰上げて。はい、1、2、腕使って、ほら。はい、1、2。さくらちゃん。おばさん。どちらさんですか。やっぱりだ。思った通りだ。さあ、帰るまい。ちょっと待った。そこ、どいてもらおうかしらね。なんでどかないかんの。私の家だわね。人のうちの娘を強引に連れてきてこんなことさせて、一体どういうつもりだら。ただのいじめじゃないの。この人は辰彦の嫁です。人のうちの娘じゃないわね。何を言ってるの。さくらちゃんと辰彦さんはまんだ結婚しとらんでしょうが。晴れ着着てみんな前で堂々と結婚の約束したじゃん。結婚したも同じだわ。こういうことにならんようにって辰彦さんはさくらちゃんをかばったんだろ。さ、行こまい。帰りたけりゃ帰りゃいいわね。私はね、何も辰彦が帰ってくるまでずっとあんたをうちに縛りつけとこうなんて思っとるんじゃないわね。ただ辰彦が惚れ込んだ娘がどれほどの娘か、辰彦にふさわしい立派な根性と器量のある人かどうかをちょこっと見極めたかっただけなんですよ。この程度のことで逃げ出すなんて案外育児がないわね。みんな騒がせて悪かったわね。若おかみなんて紹介して私の見込み違いだったわ。はあ、辰彦もつまらん娘に惚れたもんだ。相手にしちゃダメよ、さくらちゃん。この人の手だでね、これが。本当に根性を試すだけですか。そうですよ。わかりました。受けて立ちます。さくらちゃん、やってやろうじゃん、味噌屋の修行。辰彦がいない中、桜子の若おかみ修行がまさに始まろうとしていました。辰彦です。有森は母とお民の特訓に耐え、おかみ修行を続けますが、店のものを敵に回してしまいます。その上、山町の命運をかけた大切な客をもてなす料理を作ることになります。そして母とお民の間には18年前の隠された出来事があったのです。純情きらり、お楽しみに。